高い飯を腹いっぱい食べたい。そうだよね。せめてレンジで温めてくれればいいのに。大体なんでこんなに量が少ないんだよ。飯が冷たいのは我慢するとしても、これじゃ10日も持たねえ。すごいよ浩二君は。このお弁当に対して食欲を保っていられるんだから。どうしたものか。今日もおかずを追加するか。おや、なかなか羽振りがいいじゃないの浩二君。給料もらってすぐだったからな。余裕がないわけじゃない。ジュース、歯ブラシ、あとタバコ。留置場でも買い物ができるなんてここに入るまで知らなかった。うんうん、留置場の居心地って意外とお金で左右できるんだよ。ま、どこの沙汰も金で決まるってことだね。嫌な教訓だな。さて、この飯を食い終われば次は運動の時間だな。やれやれ、ようやくタバコにありつける。ああ、でも今日は日曜日じゃない？もう日曜日か。まあ俺には関係ない話だけどな。それが大いに関係あるんだよ。だって日曜日は運動の時間がないからね。え、今なんて言った？だから日曜日は運動の時間がないんだってば。え、嘘だろ。残念ながら本当。知らなかった。仕方ないよ、それがここのルールだしね。でもどうしてもタバコを吸いたいんだったら方法がないわけじゃないよ。何？教えてくれ長嶋。どうすればタバコを吸えるんだ？取り調べで素直に自白しちゃうんだよ。素直に自白すれば事件は解決。刑事も一息つきたくなる。そうすればタバコでも吸うかって話になるんじゃない？我慢するしかないってことか。いい機会だから禁煙をおすすめするよ。考えとくよ。おはよう浩二。うん、おはようのりこ。少しずつだけど事件の概要が見えてきたね。まだまだ情報は足りないけどな。でも着実に先に進んでる。この調子で進めていこう。それじゃあまずは昨日の報告からね。昨日は首都タクシーセンターに行ってきたわ。ここが都内のタクシー会社を管理してる首都タクシーセンターね。工事の乗車記録が残ってればいいけど。受付ね。とりあえず話を聞いてみましょう。ちょっとお聞きしたいことがあるのですが、よろしいですか？はい、何でしょうか？私、弁護士の新庄典子と申します。ある事件について調査しているのですが、被疑者の方が事件発生時、タクシーに乗っていたと言っています。それで、ああ、斎藤浩二さんの件ですね。あ、ご存知でしたか？ええ、警察の方からもつい先日同じ質問をされましたから。今月11日の0時から1時にかけて、宮上銀座から藤代町までの乗車記録があるかと聞かれました。そうだったんですね。私も全く同じことを聞こうと思っていました。それで実際にはどうなんでしょうか？乗車記録ありますか？いえ、ありません。え、そんな第三者の証言もあるんですよ。残念ですがないものはないです。警察の要請を受けまして、都内のタクシー会社、そして個人タクシーの方にも乗車記録について問い合わせました。しかしどこにもそのような乗車記録はありませんでした。そうなんですか。でもここで調査したのは都内のタクシーだけなんですよね。もしかしたら近隣の県のタクシーに乗車してしまった可能性も。警察の方でも同様に思ったらしく、近隣の県のタクシーセンターにも調査の協力をお願いしました。しかしどこにも乗車記録はありませんでした。そんな、もしかしたら白タクだったんじゃないですか。白タクですか。私どもタクシーセンターにはタクシー運転を行う者に乗務員証を交付する役割があります。つまり正規のタクシードライバーに関しては全てここにデータがあります。ここにデータがないということは、その方が乗ったのは営業許可を持たない違法タクシー、つまり白タクなのではないかと。白タクですか。ありがとうございます。他に何かありますか。こちらの定休日について教えてもらえますか。休みは日曜日です。私どもタクシーセンターにはタクシー運転を行う者に乗務員証を交付する役割があります。つまり正規のタクシードライバーに関しては全てここにデータがあります。ここにデータがないということは、その方が乗ったのは営業許可を持たない違法タクシー、つまり白タクなのではないかと。もう調査を終えて外に出ようかしら。忙しい中ありがとうございました。いえ、どういたしまして。今日はこれくらいにしておきましょう。首都タクシーセンターで聞いてきた話はこんな感じだったわ。あっちゃ、よりによって白タクかよ。これは罪かもな。俺のアリバイを証明する方法はもうないかもしれない。あまり考えたくはないけど、そうかもしれないね。まあ仕方ない。違う方向から攻めてみるか。コウジが諦めない限り私も諦めないわ。きっと別の突破口が見つかるはず。調査を進めましょう。ああ、やってやる。それと昨日は殺害現場となったライトブルーに行ってきたわ。ここが事件現場となったライトブルーね。いらっしゃいませ。お一人様ですか。あ、すみません。私、弁護士の新庄典子と申しますが、責任者の方いらっしゃいますか。弁護士さんですか。少々お待ちください。もう普通に営業してるのね。でも心なしかあまりお客さんがいないような気が。お待たせいたしました。この店のマスターをしている杉田と申します。はじめまして。私、先の事件の担当弁護士となりました新庄典子と申します。先の事件の担当と申しますと、被疑者となった斎藤浩二さんの担当弁護士の方ですか。ええ、その通りです。ご存知で？いえ、斎藤さんは直接の知り合いではないのですが、水谷朝露様はよくお店にいらっしゃいますので。水谷さんはここの常連だったんですね。ええ、そのお連れ様が容疑者となっていると聞きまして、大変驚きました。彼は無罪を主張しています。しかし警察は彼の犯行だと考えているようです。そこで手がかりを得るためにもこちらのお店を調べさせていただきたいのですが、もちろん他のお客様の邪魔にならないように最大限の配慮をいたしますので。ええ、それは結構ですよ。ただ VIP ルーム内だけは警察の指導で事件当時の状態を保存する関係上、中には入れませんが。なるほど、そうですか。できればそこが一番見たかったんですけどね。では中には入れませんが、中の様子を写した写真がありますので、そちらを後ほどお見せいたします。え、そんな写真があるんですか。ええ、こっそりと撮影した写真が。あまり大きな声では言えませんがね。ですのでお渡しすることはできませんが。いえ、とても助かります。ありがとうございます。水谷様のお連れ様が事件を起こしたとは思えませんし、少しでもお役に立てればこちらも幸いです。それではご用意しておきますので、お帰りになるときにお見せしますよ。また従業員にも弁護士さんの調査に協力するよう声をかけておきますので。本当に恐縮です。ご協力に感謝いたします。あ、最後に一ついいですか？もちろん、どうぞ。被疑者の斉藤さんが被害者と口論していたという目撃証言があるそうです。マスターは何かご存知ですか？さあ、私は基本的にいつもカウンター内におりますので、私が知っているのは斉藤さんがカウンターで酔いつぶれている姿だけです。ありがとうございます。それではちょっと調べさせていただきますので、よろしくお願いします。なんていい人なんだろう。でも水谷さんってマスターに相当信頼されてるみたいね。信頼を裏切らないよう、限りある時間を無駄にしないようにしなきゃ。それじゃあまずはどうしようかしら。奥にはテーブル席が並んでるわ。グループで来たお客さんはあちらで飲むわけね。奥には通路があるわ。その先にはトイレがあるみたい。ここが浩二と水谷さんが飲んでた場所ね。たくさんのお酒が並んでるわ。でも浩二、お酒苦手だったはずなのに、水谷さんに鍛えられて飲めるようになったのかな。マスターは忙しそうね。用事もないのに話しかけるのはやめましょう。ここが浩二が口論してたっていうトイレね。ちょっとすみません、掃除させていただきます。あ、もしかしてここの従業員の方ですか？そうっすよ。ちょうどよかった。私、弁護士の新庄典子と申します。ちょっとお伺いしたいことがあるんですが。ああ、弁護士さんですか。マスターから話は聞いてます。ここじゃなんですから、事務所で話しませんか？ええ、そうですね。それじゃあ先に事務所に行っててください。わかりました。掃除が行き届いてて清潔ね。非常口があるわね。この階段を使う事態にならないことを祈るわ。ドアに注意書きが書かれているわね。このドアはオートロックになってるみたい。ロックを外すためには暗証番号の入力が必要みたいね。でも私は暗証番号を知らないから開けることができないわ。暗証番号は VIP ルームの使用者が自由に設定できるみたい。ということは事件当日、暗証番号を知っていたのは被害者のみだったのかな。分厚い扉ね。鍵穴があるからどうやら鍵をかけることができるみたいね。今は鍵がかかってないから扉が開くわよ。この中で殺人が行われたのね。中を見てみたいけど警察が現場保存をしているから中には入れないわ。残念だけど諦めるしかないわね。ドアがあるわ。何か注意書きのようなものが書かれているわね。どうやらこのドアはオートロックになっていて、こちらからは無条件で出られるけど向こうから戻るためには暗証番号の入力が必要らしいわ。暗証番号はVIPルームの使用者が自由に設定できるみたい。ということは事件当日暗証番号を知っていたのは被害者のみだったのかな。私は暗証番号を知らないからドアの向こう側に行ったら戻ってこられなくなるわね。それでもドアの向こう側に行く？それじゃあ向こう側に行くわよ。前のドアを開けるとVIPルームね。事務所のドアよ。一部がガラスになっていて中が見えるようになってるわ。ライトブルーの事務所ね。お待たせっす。いやお待たせしました。わざわざ敬語を使わなくてもいいですよ。話しやすい方で話してください。ではお言葉に甘えて楽に話させてもらうっす。何が聞きたいっすか？この前の事件ですが、被疑者となっている斉藤さんと被害者が事件前に口論していたって証言があるんですけど、この件について何かご存知かと思いまして。知ってるっすよ。俺目撃してたんで。本当ですか？口論ってどんな感じでした？あれって口論っていうのかな。お互いの方がぶつかって若い方の人が謝れって言ってただけなんですけど、しかも年配の人の方は冷静で全く相手にしてなかったっすからね。確かにそれって口論とは違いますね。そう思うっす。口論ってほどじゃないっすね。同僚も見てたらしいんすけど同じ意見だったっす。その時間とか覚えていますか？0時ちょっと過ぎたとこっすかね。とすると0時5分くらいでしょうか。そのくらいだと思うっす。被疑者の斉藤さんについて何か気がついたことはありませんか？気がついたことっすか？カウンターで酔いつぶれてたってことくらいしか。そうですか。このお店の定休日を教えてもらえますか？水曜日っす。ちなみに営業時間は17時からっす。他に何か気がついたことや思い出したことはありませんか？特にないっすね。同じオーディオプレイヤーが並んでるわ。同じプレイヤーが2台って何か意味があるんですか？これ上のプレイヤーはVIPルームの BGM を制御してるもんなんですよ。VIP ルームの BGM？ はい。 VIP ルーム内はお客さんのリクエストで好きな BGM を流せるようになってるんです。で下のプレイヤーは店内に流れてる BGM を制御するものっす。なるほど、納得。参考までにお聞きしたいんですけど、 VIP ルームで流す BGM はリクエストできるんですよね。どんな音楽を流せるんですか？お店にある CD であればもちろん大丈夫っすけど、お客さんからの持ち込みにも対応してるっす。他に聞きたいことはあるっすか？今のところは大丈夫です。ありがとうございました。各従業員のスケジュールが書いてあるわ。水曜日は全員休みになっているわね。マスターは忙しそうね。用事もないのに話しかけるのはやめましょう。まだ調べないといけないものがあるわ。少し薄暗いくらいの照明だけど、それが高級感を感じさせる雰囲気を演出してるわ。リップルームのドアね。中に入りたいところだけど、現場保存してるから入れないわ。このドアはオートロックよ。ドアの向こう側に行く？それじゃあ向こう側に行くわよ。このドアはオートロックで閉まってるわよ。開けるためには暗証番号が必要だけど、私はその番号を知らないわ。口論について他に気がついたことはありますか？あ、そうだ。あの時俺の他にも目撃していたお客さんがいたっす。他に目撃者がいたんですか？そうっす。俺と一緒にトイレでのトラブルを目撃していた人がいたんす。その人が俺に言ったっす。あの二人の口論を止めなくていいのかって。ちなみにその男の人ってどんな人でした？50代くらいの刑事さんっす。事件が発生した時に率先して現場の保存とかしてた人っす。刑事さんですか。参考になりました。ありがとうございます。他に聞きたいこととかあるっすか？いえ、今日聞きたいことは大体聞いたと思います。それじゃあそろそろ仕事に戻らせてもらうっすが、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ありがとうございました。それじゃ失礼します。私もそろそろ戻ろうかな。机と椅子があるわ。従業員たちの休憩所も兼ねてるみたい。私も休みたいところだけど、もうひと踏ん張りしなくちゃ。従業員用の電話があるわ。急病の連絡を受けるときに使うことが多そう。だから目の前にホワイトボードがあるのね。なんて推理してみるけど、どうなのかしら。これで調査を終わりにしようかしら。もう少しここにいましょう。マスターは忙しそうね。用事もないのに話しかけるのはやめましょう。これで調査を終わりにしようかしら。しょう。そうだ、マスターに写真を見せてもらわないと。マスター、そろそろ失礼しようと思います。そうですか。ではお約束通りVIPルーム内のお写真をお見せいたします。これはすごいことになってるわね。ありがとうございました。もう大丈夫です。警察の指導によりお渡しできないのが心苦しいのですが。いえ、大丈夫です。この件については口外しませんので、本当にありがとうございました。ライトブルーの調査はこんな感じだったわ。なるほど。大体の話は分かった。帰り際、現場となったVIPルーム内の写真を見せてもらったんだけど、持って帰ることができなかったの。それならこの前現場検証に行った時に見てきたから大体分かるよ。それはいいとしても、結局俺は口論ってほどのことはしてなかったわけだよな。もっとも肩がぶつかったから謝れ的なことは言ってたみたいだけど。でも実際に目撃した人の話だと口論ってほどじゃないってことだし。それと一つ別に気になったことがあったんだ。カウンターの写真をもう一度見せてくれないか。これね。これなんだけど、防犯カメラじゃないか。うっかりしていたわ。次に殺害現場に足を運んだ時にでも聞いてみてくれないか。もしこれが本当に防犯カメラなら、少なくとも酔いつぶれた俺が映ってるはずだ。もしかしたら他にも何か重要なものが映ってるかもしれない。分かったわ。今度行った時に調べてくる。報告は以上よ。分かった。それじゃあ俺の方で得た情報を教えるよ。まずは取り調べからだ。昨日は現場検証に連れて行かれたよ。殺害現場となったVIPルームにも入ったけど、結局何も思い出せなかった。そっか。でも逆に考えればVIPルームに入ってない可能性もあるってことだよね。そうなんだよ。だから聞いたんだ。VIPルームのドアに俺の指紋がついていたのかって。それで警察はあっさり反論してきたよ。ドアの指紋は拭き取られた跡があったらしい。俺が証拠隠滅のためにやったことだろうって。指紋を拭き取った跡。これで俺がVIPルームに入ってないことを証明するのは難しくなった。こうなったら地道に目撃証言を探るしかないと思う。そこでのりこに頼みたい。ライトブルーの従業員に聞き込みをして、VIPルームに入った人物の目撃証言をまとめてもらいたいんだ。ライトブルーで目撃証言の調査ね。うん、分かったわ。取り調べについてはこれくらいだな。次に昨日接見に来てくれた人からもらった情報についてだけど、昨日はのりこが連絡してくれたおかげで朝露さんが接見に来てくれたよ。それでようやく事件発生当時俺が何をやってたのか分かったというか。それでも記憶として残ってるのはわずかなんだけどな。でも少しは不安が消えたんじゃない？ああ、気が楽になった。で朝露さんと色々話したんだけど、ちょっと意外な情報も聞けたよ。まず一つ目、朝露さんと被害者は知り合いだったらしい。それは興味深い話ね。あれ、でもそうなると。あまり考えたくないけど朝露さんも立派な容疑者候補だな。そんな顔するなって。その辺はドライに行こうぜ。うん。でも被害者と水谷さんはどんな関係だったのかな。まさか殺意を抱くほどの深い関係だったとか。突っ込んで聞こうと思ったんだけどな。うまくはぐらかされたって感じだった。なら所長に聞いてみようか。所長は白川グループの顧問弁護士だし、被害者とも昔からの知り合いみたいだったから何か知ってるかも。なるほど、その手があったか。そうだな、チャンスがあったら聞いてみてくれるか。うん、分かったわ。で、情報2点目だけど、酔いつぶれた俺は朝露さんの肩を借りてタクシーに乗せられたらしいんだ。この辺はのりこの情報通りだな。そうね。あとは客観的な証拠ってところだけど、とりあえず昨日朝露さんから聞いた重要そうな情報はこれくらいかな。それと昨日は知らない女の子が接見にやってきたよ。あ、それって被害者の娘さんじゃない？名前は確かのぞみ。そう、白川のぞみさん。ああ、やっぱりそうか。私が白川家から帰ろうとした時に話しかけられたの。被疑者に会いたいけどどうすればいいのかってね。でも被害者の家族は被疑者とは会えないって言ったらひどく落ち込んじゃってね。だからさりげなく変装してバレないように行けばって独り言を言ったんだけど、しばらく見ないうちに悪くなったな、のりこも。え、だってやっぱり言わなきゃよかったかな。いや、構わないよ。それであの子あんなに帽子を深くかぶってきたのか。帰り際に一言だけ人殺しって言ったのはなかなか衝撃的というか、ちょっと悲しかったけどな。まあ彼女にとっては父親を殺した犯人に人殺しっていうだけでも少しは気が晴れるのかもな。それで立ち直ってくれればいいんだけど。うん、優しいのね、若い女の子には。そんな言い方するなよ。俺は誰に対しても優しいぞ。そういうことにしておこうかしら。でも彼女が帽子で顔を隠してまでここに来た理由は気になるわね。ああ、そうなんだ。人殺しっていうためだけにわざわざ来るもんだろうか。ちょっと探ってみてくれないか。分かったわ。俺からは以上だ。了解。それじゃあ今日の調査をどうするか指示してくれる？了解。どうした、のりこ？うん、コウジと一緒に調査できるのがちょっと嬉しくて。そうか。俺もだ。それじゃあ行ってくるね。おう。さて、今日は根本的なところから始めよう。お前が酒に酔いつぶれていたという話だ。ああ。だから俺には、あの時間の記憶がない。この状態は一見、お前にとって不利な状況だと言えなくもない。だが一方で、不利な事実に辻褄を合わせられる都合のいい状況でもあるわけだ。あくまでその線で進めるつもりか。いいか、斉藤。記憶がないなら思い出せ。それがお前に残された唯一の。どうだ、調子は。今重要な局面に差し掛かっています。ここは私に任せていただきたい。三浦が動揺してる。いつまで任せておけばいいんだ。こっちは待ちくたびれてるんだ。あれだけ証拠が揃っていて未だに自白が取れないとは、手心でも加えてるんじゃないだろうな。まさかそのようなことは決して。おいお前、斎藤とか言ったな。はい。無駄なあがきはよして、とっとと口を割れよ。課長、暴力を伴った取り調べは違法だ。やめてください。の程度でか。三浦、お前のやり方は手ぬるいんだよ。俺が手本を見せてやるから黙って見ておけ。いいか、黙って見ておくんだぞ。お前と白川が口論しているところをこの俺が見たんだ。お前には十分な動機があるんだよ。口論って言っても勝手にお前が言ってるだけじゃないか。自分の記憶にないことを認めるわけにはいきません。何が記憶だ。こっちがおとなしくしてりゃなめた口聞きやがって。記憶がないって言うなら無理にでも思い出させてやろうか。なんだその挑戦的な目は。あんまり警察なめんなよこら。課長、これ以上は上に報告せざるを得ませんよ。どいつもこいつも俺の邪魔をしやがって。おい斉藤、記憶にあろうがなかろうがさっさと罪を認めてしまえ。今すぐ自白するなら痛い目に遭わずに済むんだぞ。なんなら今すぐ自白すれば殺意はなかったと調書に書こう。この場合傷害致死だ。だが抵抗すれば殺意があったことを証明する証拠をいくらでも提示してやる。無理やりにでもな。殺人が証明されれば死刑もあり得るんだぞ。嘘の事実を捏造するくらいなら改めて主張します。俺はやってない。お前はバカなのか。お前のためを思って言ってるんだぞ。俺のため？笑わせるな。あなたの行為はまるで司法取引だ。事実をねじ曲げることは俺にとって敗北宣言でしかない。悪いがこんな脅迫に俺は絶対に屈しない。こいつ焦ってるんだ。どういうことだ。課長、ここはお引き取りください。課長のお気持ちは分かりますが、ここは自白よりも真実を見極める方が重要です。勝手にしろ。悪かったな斉藤。これで取り調べを終わりにしたいところだが、私はお前を尋問しなければならない立場だ。始めるぞ。まずは確認だ。お前が殺したのは誰だ。俺は誰も殺していない。よって黙秘させてもらう。引っかからなかったか。なら改めて聞き直せ。今回の事件で被害者となったのは誰だ。その通りだ。人の話を聞いていたようだな。当たり前だ。身に覚えのない事件でしょっぴかれたんだ。身に覚えのない事件か。最後までそのスタンスでいられるかな。では次だ。お前のアリバイはあやふやだ。殺害時刻、お前は何をしていた？俺は酔いつぶれてて覚えてないが、一緒にいた朝露さんがタクシーに乗せたって言ってた。朝露さんに聞いてもらえば証言してくれるはずだ。そんなことは警察でもすでに調査済みだ。だが水谷朝露はお前の身内も同然だったら、嘘をついた可能性も否定できない。なんだよそれ。朝露さんの証言まで疑われるんじゃ、どうやってアリバイを証明しろって言うんだよ。慌てるな。認めないとは言っていない。水谷朝露の証言は一旦受け入れよう。水谷朝露の証言によれば、お前がタクシーに乗ったのが0時35分頃だが、警察による調査の結果、その時間に宮上銀座からお前の住んでいるアパートまで客を乗せて走ったタクシーは存在しなかった。よって水谷朝露の証言は信用できないということだ。お前を乗車させたというタクシーは存在しない。これをどう説明するつもりだ。それは俺が乗ったタクシーがたまたま白タクだったからだ。白タクだと？それは本気で言っているのか？ああ、本気も本気さ。そう考えれば辻褄が合う。確かにお前の言う通り、白タクに乗車したと考えれば、関係者第三者の証言が全て矛盾のないものなんだ。いいだろう。今の時点ではお前の主張を認めよう。よし。だが白タクという存在自体があやふやなものだ。また白タクに乗ったとしても、すぐにタクシーを降りて殺害現場に向かったという解釈だってできる。そのタクシーに乗って自宅まで行ったという証拠がなければ、お前のアリバイは証明されない。それを忘れないことだな。では次だ。凶器となった拳銃にはお前の指紋がついていた。これはお前が実行犯であるという何よりの証拠じゃないのか。黙秘か。まあそれもいいだろう。では次だ。お前が被害者と口論していたという目撃証言がある。これは殺害動機につながりかねない話だ。これをどう説明するつもりだ？そもそも警察が勝手に言っているだけで、実際には口論じゃなかったんだ。口論ではないだと？ああそうさ。そもそも近藤の証言が間違ってるんだ。そこまで言うからにはきちんとした根拠があるんだろうな。ああもちろん。お前の上司近藤刑事は大げさに証言をしているだけだ。そこまで言うのであれば聞かせてもらおうじゃないか。近藤刑事の証言が大げさだったと証明できるのか。根拠ある。近藤は俺と被害者のトラブルについて口論と決めつけていた。俺を犯人に仕立て上げようとするかのように。その近藤の話で気になることが一つある。俺を犯人と決めつけようとしている近藤の気になる行動、それは近藤は明らかに俺を犯人だと決めつけようとして、何しろ取り調べの時は司法取引まがいのことを仕掛けてきたくらいだ。近藤がどういうつもりなのかはわからない。事件の現場にいたんだ。ひょっとしたら真犯人って線もある。どちらにしても近藤は明らかに事件を捏造しようとしている。それだけは確実に言える。俺の弁護士が従業員から得てきた証言によれば、あれは酔っ払っていた俺が肩がぶつかったから謝れと言っただけの話だ。被害者はそんな俺を軽くいなしてすぐに去ったらしい。とてもじゃないが口論ってほどじゃない。お前は近藤刑事が大げさに証言していると言った。同じことはその従業員の証言にも言えるとは思わないのか。その従業員は事実を小さく証言しているだけかもしれないだろう。複数の従業員の証言だ。複数人が口論ってほどじゃないと証言しているんだ。そもそも近藤には信用しがたい怪しい行動が他にもある。お前も見ただろ。俺に自白を迫った時の様子を。どうも近藤はこの事件に関して俺を犯人に仕立て上げたがっている節がある。そんな奴が俺と被害者が口論していたと言ってもそれが信用できるか。あんたはどうなんだ。以上だ。では次だ。お前はVIPルームに入っていないと主張しているが、その証拠はあるのか。黙秘か。まあそれもいいだろう。では次だ。お前は酒に酔っていた。だから記憶を失って何も覚えていないと主張している。だがそれは警察の尋問から逃れるための言い訳にしか聞こえない。お前が酔っていたという客観的な証拠はあるのか。黙秘か。まあそれもいいだろう。今日の尋問はこれで終わりだ。もう終わりなんだ。俺はこのまま続けてもらっても構わないんだけどな。明日こそ覚悟しておけ。あと7日で交留期間が終わる。残っている尋問は3つだ。全てに答えられない限りはお前を起訴することになる。覚悟するんだな。今日も疲れた。おかえり浩二君。取り調べやら接見やらで大忙しだね。そりゃそうだ。知りたいことがまだまだたくさんあるんだ。今は少しでも情報を集めておかないとな。そうか、浩二君事件当時の記憶がないんだったね。まあね、取り調べでもそれが一番のネックになってる。でもいくら思い出そうとしてもうまくいかなくて、この感じじゃ当日の記憶は戻ってきそうにないんだよな。記憶が戻るように僕がお祈りしておくよ。あ、そうだ、このお守りをあげる。交通安全？どういう意味だ？シナプスの伝導上で事故が発生しないようにってね。脳内で情報がうまく流れれば記憶も戻るんじゃないかと思ってさ。意味が全くわからないが預かっとくよ。じゃあ安産のお守りは返しとくな。だけどなんでお前はそんなに親切なんだ？俺たちまだ会って5日目だし、何しろ出会ったのがこんな場所だぞ。普通はどんな犯罪をしてきたやつなんだって怪しまないか？そうかな。僕はむしろ同じ境遇となった縁みたいなものを感じるけどね。それに浩二君、素材として面白そうだもん。素材？そう、素材。ちょうど次回作のネタに困っていたところなんだ。浩二君を主役に話を書いたら面白そうだと思ってね。なんだそりゃ。俺を主役にってこの事件のことを書くつもりか？もちろん。ここから出た後も浩二君を観察させてもらうからよろしくね。よろしくじゃねえよ。今日得た情報を振り返ってみよう。口論って言葉の微妙なニュアンスのズレが気になるな。あとよりによって朝中さんが俺を乗せたタクシーが白タクとはな。俺もついてないな。それと近藤は無理やりにでも俺を犯人に仕立て上げようとしてるみたいだ。だけど俺は近藤とは面識がない。俺をはめる理由は何だ？今日は三浦と互角に渡り合えたな。この調子でどんどん調査を進めていくか。